クリミア半島にあるシンフェロポリ航空基地から黒煙が上がっているとの情報を入手したよ。この黒煙の原因はウクライナ軍によるドローンの仕業と見られているけど、果たしてどうなんだろうね。昨今の相次ぐクリミア攻撃は、ウクライナ南部と東部での反撃開始間近と見てもいいかもしれないな。そうだね。さて今回は、シンフェロポリ航空基地がウクライナ軍によって攻撃されたことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシアの最も南西部にあるクリミア半島において、2023年3月29日に同半島中部のシンフェロポリ市付近にある、ロシア軍航空基地付近で火災が発生したとみられる黒煙が立ち上っている様子を撮影された動画が SNS に投稿されたよ。ロシア側のクリミア市長を務めるセルゲイ・アクショノフ氏が、この件に関してテレグラムで投稿しており、ウクライナ側のドローンがシンフェロポリ近郊でロシア軍によって撃墜し、ドローンは畑に墜落して、死傷者や建物の損壊はなかったと記されているみたい。これらの情報に関して、ロシア側のクリミア市長顧問であるオレグ・クリチコフ氏は、この火災はウクライナ軍による航空基地攻撃によって引き起こされたものであると述べていて、ウクライナ軍はジェットエンジンによって長距離飛行が可能なストリーシと呼ばれるドローンを使用して攻撃した可能性が高いと報じられているね。このストリーシとは正式名称ツポレフ141という、旧ソ連が開発したもので、1979年から1989年にかけてソビエト連邦の西側国境地帯に配備され、同国陸軍が NATO 加盟国の偵察用として運用していたジェットエンジン付き大型偵察用ドローンのことを指しているんだ。その所言としては、全長 14.33 メートル横幅 3.88 メートル全高 2.44 メートル。翼面積 10.0 平方メートル全備重量 6215kg という大型の機体を推力 19.6kN のジェットエンジンによって、最高速度 1100km/h 巡航速度 1000km/h 航続距離 1000km 実用上昇限度 6000m との性能を発揮するドローンなんだって。機体の見た目はダーツの矢のような感じだね。後方にデルタ翼、前方には小さなカナード翼がついていて、ジェットエンジンは後部の垂直尾翼の下に搭載されているな。ストリーシュの機体は発射用の台車上からブースターによって発進して、任務を終えて帰還する際は機体に格納されているパラシュートを開いて着地する方法をとっているため、繰り返して使用することが可能であり、敵の最前線から後方数百キロメートルまでの範囲を高速で飛行しつつ、地上からの遠隔操縦で偵察任務を遂行する優秀なドローンってわけ。ストリーシとはロシア語で天燕を意味しており、ロシア軍ではこの機体にフィルムカメラや赤外線画像装置に EO 画像装置、イメージングレーダーなどの多様な偵察用機材を積み込んで偵察監視任務において運用していたが、1989年には全てを退役させていたな。実はウクライナ軍においても旧ソ連崩壊時に数十機を譲り受けており、ロシアと同じように一時退役させていたものの、2014年に起きたドンバス戦争において現役復帰させて実戦投入していて、現在も遠隔操縦装置などを近代化させた上で稼働状態にあるものが多数あるらしく、偵察監視用機器を外した後のスペースに削薬を詰め込んで発射すれば長射程の自爆攻撃型ドローンとして運用することも可能らしいぜ。おそらく、そのようにして2022年12月5日、ロシア国内にある3カ所の空軍基地がウクライナ軍のドローン攻撃を受け、3人が死亡して4人が負傷、戦略爆撃機2機が損傷を受けたほか、燃料関連施設などが炎上するなどの被害を受け、翌日6日にはウクライナとの国境沿いの西ベクルスク州にある空軍基地にある石油貯蔵施設もドローン攻撃を受けて火災が発生したんだろうね。これら一連のロシア国内への攻撃に関して、ロシア国防省はウクライナ軍のドローン攻撃を受けたことを発表したんだけど、ウクライナ側からは攻撃の事実を認めるコメントを出しておらず、この報復と言わんばかりにウクライナ全土に対して、ロシア軍の巡航ミサイルやイラン製の自爆攻撃型ドローンシャヘドによる民間インフラ施設などへの戦略的攻撃を続けていたんだ。
ドローン攻撃を受けたジャギレボ基地とエンゲルス基地は両方ともロシア航空宇宙軍の戦略爆撃機の拠点であり、両方の基地から発進したツポレフ 95MS などの戦略爆撃機から発射された空基地巡航ミサイルによって、ウクライナ全土へのインフラ施設などへの爆撃が実施されているみたい。こうして、ウクライナ軍がドローン攻撃を加えたという見方が強まり、他国に向けて非道なミサイルを発射すれば、その発射地点には神が UFO を派遣して攻撃を加えるだろうとの内容の投稿を、ウクライナ政府高官が SNS に発信するなどしていたことからも、ウクライナ軍が関与している可能性が高まったってわけ。12月5日に攻撃を受けた2カ所の施設のうち1つは、首都モスクワから南東に 200km ほど離れたヤザン州ジャギレボ空軍基地で、基地要員3人が死亡したとされた同基地は現在戦闘が続くウクライナの最前線から 500km 以上離れており、もう一つのロシア西部にあるサラトフ州のエンゲルス空軍基地もまたウクライナ領内の最前線から 700km 以上の距離があるんだ。ただ、ここでとある疑問が浮かんでくるんだが、当時、ウクライナ軍が運用していた攻撃型ドローンは、アメリカ製のスイッチブレードやフェニックスゴーストとされており、それらの航続距離は短いためウクライナ領内から発進させてもロシア本土の奥深くにある基地には届くはずがないんだよな。また、ロシアの侵略開始当初に話題になったトルコ製ドローンバイラクタル TB2 でさえも、その航続距離は 150km ほどでしかないため、それを使用した攻撃でないことは明らかだぜ。確かにウクライナの軍需企業ウクロボロンプロムが航続距離 1000km 以上も飛ばせる新型ドローンを、開発中で完成間近であるとの情報があるものの、試験段階の兵器をロシア本土攻撃に使用することは懸念が多すぎるため、今回のクリミア半島での攻撃もまたストリーシュによるものだろうね。2023年3月中旬以降、クリミア半島のロシア軍施設への攻撃が増えてきており、爆発によって火災が発生している様子などが撮影された動画が SNS に多数投稿されていることから、アメリカの CNN がクリミア半島のロシア海軍黒海艦隊の司令部などがあるセバストポリ軍港と、そこへの兵站供給ラインに対するウクライナ軍の攻撃が増えたと報じているよ。ロシア側が指名したセバストポリ州のミハイル・ラズボザエフ知事が3月22日にセバストポリ軍港がドローン攻撃を受けたが、ロシア海軍がドローンを早々に撃墜したため、人的被害や船舶の被害はなく、港周辺の建物のガラス窓が割れただけに止まったということを明らかにしたね。また、その2日前にもクリミア半島北部にあるロシア軍の兵站集積拠点であるジャンコイにドローン攻撃があり、ウクライナ国防省が鉄道で輸送中であったロシア軍のカリブル巡航ミサイルを破壊したと発表していたけど、ロシア側はドローン攻撃を受けた事実は認めたもののカリブルが破壊されたとは言及していないんだ。このジャンコイでは昨年の8月16日にも、実はロシア軍の弾薬庫が攻撃を受けて貯蔵していた弾薬が爆発して大火災が発生したことがあり、SNS に巨大な火球と黒煙が上がる映像が投稿されており、この爆発についてロシア国防省は、弾薬庫の他に送電線や発電所、鉄道線路、住宅などの民間施設が被害を受けたと発表し、ウクライナ軍による攻撃であると断定していたが、ウクライナ側ではそれを認めていなかったぜ。クリミア半島ではドローン攻撃以外にも、地元の反ロシア派住民などによるパルチザン活動も活発化しており、これらの動きから4月以降と予想されているウクライナ軍による反転攻勢作戦が、東部戦線ではなくクリミア半島奪還作戦が中心となるのではないかとして、クリミア半島の親ロシア派住民の間で不安が広がっているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。